や、違うんですよ。もう2つ宿題作っといてます。2つ。もうあったらチップインマン。もうやめようか。じゃあ2つ宿題だけ、あやとでちょっとエアドロップしますから。オッケー。何買ってきたんですか？肉。お、了解です。最初のやつの最初の宿題は入ると思ったんですけどね、すぐ。これは意外と純明の。それがね。優しい感じで。俺の好きなやつ。本当に？これは大丈夫。もうね、純明来たらもうやったから。よだれ？よだれ楽しみ今。逆向きたい。それがね、それがね、そうでもないのよ。まだやっぱね、黄色黄色なのよ。いやいや、全然関係ない。俺、これもうバンカーがやりたくないんだ。バンカーは。だってお前のこの辺の高さまであるんだよ。だいたいね、構えたらカップ見えないから、ちょっとイメージ出なくなっちゃうんですよ。バンカーはでも、安田さん。お前でもちょっとチャックリ目入ってるんじゃない？いや、最初だから、飛ばしすぎちゃうと飛んじゃうじゃないですか。これはね、一瞬自分でもやるんじゃなかったと思ったんです。いや、そりゃそうで、バーンと上げられないじゃん。そうそうそう、すぐそこだし、で、チュチュってなっちゃうと止まっちゃうし、ちょっとポッコンさしてダフらせなきゃいけないから、ダフらしてワンクッションしなきゃいけないんですよ。パンって入れて、キュッ、カニでキュッってこう入れるぐらい。あのさ、さっきさ、バンカーのさ、自分が得意じゃない理由言ってたじゃないですか。バンカーでチップインなんかありえない。出すのが精一杯なのに。本当だよ、この高さ1メートルちょっとあんだからさ。そう、これだろ。そうだから開きすぎちゃうと逆に俺、僕何発もミスしてるんですよ。まあ俺にはバンカー用の列があるからね。まだね、まだ なんとかなるだろうな。だから一か一かごだけ挑戦してくださいよ、うん、いやー疲れる。いや、バンカーでお前がこれだけ苦戦してるってことは、うんうん、俺入らねえよ。いや、これね、いや、俺やった人しか分かんないです、これ。ピン立てとこうかな。ああ、そのガチャンありますよ、うん、で、あのガチャンは結構あったんです。奥のカップに当たるのは途中もう頭抱えちゃったっすもん。じゃあやる やってきてくださいよ。まあそんな感じですか。明日でいいよ、明日で。え？今日はもうさっきのあのあれでもう疲れちゃった。200個入んないやつで。
スピンかけちゃいけない、距離感難しいです。難しかった。入りました。この時間に帰ってきてるってことは入ったってこと。1個だけでしょ。いや、とりあえず2つやってきた。え、2つやってきたよ。1つも入った。1つも入ったぞ。入っちゃう。入ってるだけあるよ。いや、バンカービビったんだよ。絶対俺無理だろうなと思った。え、バンカーも入ったの。そう。いや、あれでしょ、発射台に置いたでしょ。いやいや、お前があのいっぱいグッチャンガチャ掘り起こしたらな、あとで。うん。で、2球目？しかよ。やっぱね、シングルの数で勝負決めないとダメだよね。あ、俺ちょっと邪魔しに行けばよかった。なんで行かなかったんだろう。よしよし。よかった。これ長引きと思ったんだけどな。ちょっといい緊張感の中できたよ。緊張感やね。もうバンカーやんなくていいからね。なんでそこにボールあったんですか。いや、だこっちで先やって入れてから全部集めて、はあ、まあそんな向こうもかかってないけど。いや、でも入った時はちょっとうわ高えなと思った。え、バンカー高えじゃん。いや、それだって見えないんだもん、カップ。いや、あのね、皆さんね、そのチュッ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 の音はね、相当いい台に置いてるよ。本当に相当いい台に置いてるよ。なんでピン立てなかったんですか。え、いやと思って、うん、あんなや普通入んないから、あんな。チュッチュルーってやつじゃないですか。ほら、かがんだらもう頭しか見てない。そうそうですよ。よう入りました、あれ。普通はあれポコンってやって、僕も結構ありましたけど、うん、ポコンってやって出ちゃったんです。いや、ポコンってなるよね、これね。ピンがあったら入ってないですよ、あれ。いや、最初の方はさ、うん、最初一発目がポコンだったんだ。ああ、はあ、はあ、はあ、お前が、はいはいはい、はい、バンカー越えのやつ、うん、バンカー越えのやつ、これがさ、これもすぐ入ったの。おお、これが入った。何それ。いや、これはね、10発ぐらいかな。邪魔しいけよかったな。じゃあ最初のやつは入ってないですか。最初のやつ、あれやる気にならない。なあれは入れなくていいの。いや、あれはね、ちょっと課題にしとかない。あれ入れてくださいよ。僕あれ入れてからの、だからどうせ帰ってこないなと思ってたの。いや、もうね、ライが順目とかだったらまだやるよ、うん、あの複合ラインはね、ちょっとやんじゃった。